皆さんこんばんは。こんばんは。さあ3月25日木曜日、情報ザリガニ柳屋でございます。はい、本日のコメンテーターは戸塚乙葉さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。しって言いそうなんですよね。いえ、はい、そんなことございません、うん、はい、なるほど。さあということでございまして、ね、今週はどんなことがあったのでしょうか。気になるトピックス、こちら。はい、ゾーン、あー、こうなりますか。どん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 。なるほどなるほど。はい、はい、それでは最初のトピックスいきましょうかね。行きましょう。はい、アクション RPG モンスターハンターシリーズを原作としたハリウッド実写映画モンスターハンターが明日26日全国の映画館で上映スタートいたします。はい、本作はゲームでおなじみのモンスターハンターディアブロスやプレイヤーの武器である双剣弓などが登場します。はい、こんがり日光役といったシーン、こんがり日光役といったゲームへのリスペクトを感じさせるシーンも多く用意されているとのことです。また現在出演者や監督のモンハン愛が語られている特別映像が東和ピクチャーズ公式の YouTube アカウントで公開中です。うん、そうね、CM もちょっとちらほらやってますね。あ、やってますね。私 CM 行った時にトレーラー見ました。見ましたね、うん、あ、そかそかそか、うん、この前なんか CM 見ましたね、うん、そのミラジョボビッチですね。ミラジョボビッチ、はい、なんかこうブワーッとこうね、レイヤーやったかな、レイヤーが飛んでるね。なんかでもね、これ言っていいのかな、いや言わない方がいいかな、どうしよう。言わないだか。でもなんじゃあ、 あのポスターだけ説明するね。最新のポスターが、うん、レイヤとディアブロスと双剣、うん、はいはい、火属性でした。ああ、知ってる人だけ分かっていただければ結構です。なんか言われてるやつね。そう、なるほど、なんかだから なんで流さないんだろうって逆に気になりますね。無属性にすりゃいいじゃん、もう。まあまあその辺はほらなんか別に、だってレイヤにもディアブロスにも、うんうん、どっちにもゼロだよっていう、うん、そんな中私は戦っていくのってことじゃない。そういう意志の表れなんじゃない。すごい、そうか、素晴らしい。やっぱほらそれで武器って順番で作っていくしかないから。確かにね、うん、自分の思いみたいな、私の燃える心みたいな、そういうのも、あ、それを表してるのか。そう、あの双剣は。そうなんじゃない、いろんな意味が込められてるんです。でも雷とかでもかっこよかったと思うけどね、うん、まあそう、見場ちゃう、やっぱりこうできた、うん、かっこいいですもんね、分かりやすさと、うんうん、でそのレウスを感じさせたかったみたいなとか、そんなもあるんかもしれんし。あ、そうか、やっぱりこのね、ほんまは盛りだくさんで、いやでもさ、うん、明日公開っていうのが、ゲームも明日発売じゃん。そら明日みんな本当モンハン愛の人たちは忙しいね。焼肉屋も忙しいで。なんで焼肉いっぱい食べましたね。こんな焼肉屋見たことないけど。みんな肉食いたなるやん。まあね、そうそう、肉さばく人もちょっとやっぱり気持ち入るんちゃう、こうザバーザッサッとね。そんなでっかいとこからやる人なかなか少ないと思うけど、ダーンってね、別に攻撃出てきたりせえへんけど。お肉からね。だからどんな本当もね、映画になってるの楽しみですけど。いやいや、ほんまに、でもこうモンハン愛がかなり注ぎ込まれてるっていうことやから、うん、こうモンスターハンター知ってる人も楽しいし、知らない人もそのモンスターハンターのほら多分多いと思うのよ。いや、なんかだからトレーラー見た感じの印象だと、うんうん、ミラージョボビッチは違う、まあ、現代からなのかな、分かんないけど、違うところからあのモンハンの世界へ飛ばされてしまったみたいなように私は感じたんですよね。あ、そうなのね。で、なんか周りのその村人にどういうことなのか説明を受けてるみたいなシーンがあった気がする。あ、なるほどなるほど。だから分かんない、だから見てみないと、ミラジョボビッチは村の人なのか、あの異世界ね、異世界転生者なの か、それは分かんない、見てみないと。ゾンビが出てくるって誰が言ったの。いや、もうそんな言い出したらそんなフィフスエレメントってなるかもしれへんよ。そんな分からへんよ、その技使うんかいっていう。分からへんよ。だから本当ね、楽しみ、全然想像ができない。いや、でもそのアイルームおったしな、いたいたいた、おったよね、可愛かった。その辺の扱いとかも、うん、
ねえ、だから、ね、モンスターハンターやったことない人も多分ね、おられると思うから、アクション映画として面白いじゃないですかね。映画をしっかり見ることで、あ、こういうのならばみたいな、うん、相乗効果あるかも。こういうものが自分で遊べるのならばやってみようっていうね、そう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 、風になるかもしれない。そうそう、で世界観もね、いっぱいありますからね。和テイストのものがあったら、寒い地方のともあったら、まあね、山もあるし、山もあり、いろんな世界観ありますから、うん、いろんなものありますから、はい、まあ、いやいや、ぜひともね、いいですね、この、はい、その日本のね、ゲームね、いろいろあるのがこう映画になるっていうのは、ね、嬉しいですよね。監督のモンハン愛っていうのが、監督もやってたよな、ほんなら。みんなもやってたってことだ、ね、てんてんてんってやっててね、てん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 、なんか、oh、勝手な想像だとミラ・ジョコビッチさんと監督さんはその、あのご夫婦さんじゃないですか。だから2人でローカルでやってたのかなって思うと、ちょっとすごい燃えるんですよ ね。いや、むちゃほんま、もうちょっと待ってくれへんから、もうちょっと待ってくれ、もうちょっと上手にボケましたのとこまでいけたんや。上手にボケましたのとこもいけてんけど、大丈夫です、大丈夫です。あなたは可愛いアイルやから大丈夫です、大丈夫です。大丈夫です、大丈夫です。やん。ピコリンやないから、そんなの。動かされへんで、ほんまに。うん、そうそうそう、メラル、メラルがね、物盗むからね、ボケを盗んだメラル、構え構え、気にしてない気にしてない、ある程度みんな笑ってるから大丈夫、うんうん、音発す遠くで苦笑いやめてもらっていいかな、みんなもうごめんね、ちょっとけど、もう一回やってもらった方がいいかな、めちゃダサいからわざと悪いな、お前分かってて言うてるやろ、次行け。はい、次のトピックスです。はい、日本最大級のランキングサイト、グーランキングは、コントローラーが最高に使いやすかったゲーム機ランキングのアンケートを行い、その結果を発表しました。5位は同率でプレイステーションと任天堂スイッチ、4位は任天堂 3DS、うん、3位はゲームキューブ、2位はプレイステーション2、そして1位はスーパーファミコンという結果になりました。そうなんや、これまた年代別じゃない？いや、多分多分ね、あの先週もだけどさ、DS はね、ちっちゃい子は確かに使いやすいかもしれないけど、まあ、そうですよね、私 DS ダメだったもん。この中指の付け根ごっそーへこんだもん、ギャー力入って、 LDS なんか大きくなったやつを使いやすかった、使いやすかった、使いやすかった、なわけって言われて、でもプレステが結構そうでもないのかな、どうなの、あのグリップ感、ここにこう下に伸びた時びっくりしたけど、プレイステーションとプレイステーション2って何のボタンが増えた、このボタンが増えたの、あ、スティックの、スティック、え、ワンのあったけど、それから最初からこのグリグリグリ、そうだそうだ、だってもう途中から押し込みとかも入ってきた、あった、すごいよね、2の時かな、押し込みは、うん、いや、3からなんだ、うん、びっくりしたもん、その何3やったっけ、3つ目のボタンやったっけ、うん、トリガーもつい、最初はもうここしかなかったのに、ちょっと上下ついて押し込みで、ここのタッチもね、うん、4とか、うん、すごい進化。オトハズが Apex やった時に持ち込んだのって何だっけ、はい、Xbox ですね、 Xbox360 じゃなくて Xbox、 はい、のコントローラーを持ってやってました。 Xbox は30位でした。え？嘘？なんかさ、Xbox のコントローラーって言えばさ、FPS 界隈ではさ、全員使ってるっていうイメージがあるじゃん。結構メジャーなイメージですね。ね、でも、ま、だからやっぱこれ年代別だって絶対。でも私気になったんですよ、あの1位のスーパーファミコン、うん、私ほぼほぼこう持ったことがあんまりなくて、なんかどこが使いやすかったのかっていう理由がちょっと気になっちゃった。こんなんやんな。そう、ちょっとこうメガネみたいなので、まあ、軽かったけど、あの赤、黄色、そう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 、青で十字、なんかと十字フィットするんですかね、軽かったんかな、なんやろ、なんか結構平面で平べったい、そう、平べったい、手にフィットっていう感じではなさそうだなって思ってたんですけど、意外でした。でも手にフィットって言えば、でももう立体になったものだって、やっぱプレステじゃなんか、ね、なんか意外だったな。 PSP もまあ使いやすかったけどな、もう顔きとみな手でなんかやり始めてなんやね、やっぱりこう自分で買ったとか、うん、なんかそういうちょっと思い入れもあるんじゃないの、うんうんうん、だってちょっと待って、7位に Wii が入ってるよ、 Wii、ね、これじゃん、これこれがね、こっち、これ、うん、こう、でもだってやるときこっち、まあこうやるときもあったしな、
こうやる時もうちも今ちゃんとテレビの横に4本刺さってるで。ういなかなか面白いランキングですね。コメントはなんてなってる？みんなのスーパーファミコンミニの、みんなの思い出補正か、あそれもあるかな。いいですよね。まあ、一番やったからっていうのもあるやろな、当然と思いますよ。私思い出補正っていうよりも最新型補正だからプレイステーション5がいいなって思っちゃうな。あ、ウィーはプロコンじゃないと。あ、これもあったもんね。あ、そうそう、プロコンね。プロコンやりやすかったね。持ってた。わかるかも。知ってるハードランキングとほぼ同意だよな、こういうの。知ってるハードランキング、あ、だから自分が知ってるハードは何ですかって聞いた時のランキングやと、とこれが一緒になるから。え、でもさ、びっくりしたのがさ、 PSP が入ってない。そうね、 PSP はもうビータとかにみんなの記憶が上塗りされてるのかな。どうなんやろ。そうやな、ほんまやね、ビータも、そうか、どう、やっぱりこう流行ったゲーム。あ、でもコントローラー、え、でも DS 入ってるもんね。もうこれ終わりですよ。ゲームボーイもな、あ、でもあれコントローラーっていう風なあれには入らへんか。だからゲームボーイもやりやすかったよね。でもほらコントローラーやから。多分コントローラーだからですね。でも 3DS は、おお、ちっちゃいから、いや、わからんな。でも入んのね、入んのね、その一体感や、一体やけど。ああ、そういうことなのかも。タッチペンがあったり、上に画面があるからとかですかね。いやいやいや、ほら面白いね。ゲームボーイ15位。ゲームボーイ15位なんだ。 3DS LL が12位。あ、ちゃんと入ってますね。入ってる、今。あ、回答者がゲーマーじゃなく一般ユーザーの割合が多いからでは。同意だって。そうだよね。だって強く同意、強く同意だよ。 FPS やりにくいじゃんってなっちゃうもん。なるほど。スーパーファミコンのコントローラーでどうやってエペックスやればいいんだろう。どんどんなんか深みにはまっていっちゃう。でも今この最新のってこんなんなってるね。え、そう、最新の形すごいですよね。あ、これちょっと皆さんには見せるね、あの超見せすることできないんですけど、プレイステーション5向けの新型 VR システムの新たな VR コントローラーの画像が、私たちの資料にはあるんですけど、はい、こちらオーブ型と呼ばれる形に、このなんか水泳パンツみたいな。違う。いや、じゃあ形がこう、ほら3つこうなってるわけやんか、こう。いや違う、でもなんかすごい優しいなと思ったのは、あの手を、例えばなんか VR やってるとさ、ぶつかっても守られている。そういうことですよ。だからこう立体に、なってるから、こうなってんねん。これじゃあ見たら分かる、見たら俺の言ってること分からず。、うん、ちゃんとこう、じゃあまあ丸やな、丸い型になってんねんけど、こう3つの穴が開いててね。そうこれね、そうようできてるわ。ほんでちゃんと持つとつながる、ここもついてるんだ、多分ね、紐もな。もちろんついてますし、すごい、あのここね、落とさないようにね、紐つけて、そうか、これやったら落とさへんもんな、これ。できてるわ。落とさないし、手の怪我もしないという、とても素晴らしいコントローラーです。ぜひね、こういうのもまたね、いつか手に取れる日が来るのを心待ちしましょう。はい、ということでお時間でございます。ありがとうございました。